ても古いな。これはお堂島。広島県のある特に日本で唯一妖怪がくれた記述っていうのがこちらある。でその記述を何とか見せていただくことは住職の方が触っちゃいけないよ。触ってちょっとでも振ったら妖怪出てくるから。でこの記述を振ることができたのは未だかつて記録にも出てるらしいんですが、明治天皇だけだったっていう話だ。で明治天皇以来はこれ人の手に触れていないんで猿なんです。で私たちはい分かりました。でやるやしく持ってこられた記述を見ました。ジフェスさんから電話あったんですけど、ちょっと失礼しました。もう何が起こったかは言わなくてもよかった。いなくなったなと思ったら水先生がいきなりカパッとお寿司を開けてグッと掴んで振ってきました。だから多分今妖怪は解き放たれているんですね。そういうことをよく覚えています。そうですね。だからこそですよね。だから弟子をここまで食うこともできないような育ててくれたというおかしいですから、なんとか世の中に出るようにさせていただいて本当に感謝です。ありがとうございました。弟子を代表して、御礼とともに今日お集まりいただいた皆様にも深くお祝いさせていただきます。ありがとうございました。お別れの言葉。水木さんとは、カシオニア時代からの長いお付き合いをと思います。初めてお会いしたのは私が23歳の頃で、水木さんが一回りほど先輩でした。水木さんの世代、天地五百代の頭の硬さを痛感していた私は、水木さんの頭の柔軟さが大変驚いたのが第一印象でした。水木さんは当時のファッション屋で売りやすい戦記物ばかりを書かれていたように覚えていますが、話を聞くと幽霊や赤やお化けなどの話が思いもよらない話、話題をきっかりとして話し出し、その感性の豊かさ、ひらめきの鋭さ、何より人間としてのスケールの大きさにこの才能を発揮し、必ず世に出られる方だと確信を抱いたのを覚えております。もっと怠けろと常々おっしゃっていた水木さんの声がどこからか聞こえてくるような、そんな気がいたします。御霊が安らかな知恵に導かれますよう祈りつつお別れの言葉といたします。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。先生、私お別れとは思っていないので、お別れの言葉は言いません。日本のアニメは先生もご存知のように世界中で飛び回ってますよね。ご存知ですよね。そして私は文化の一端を担っていると思っているんです。そんな素晴らしい鬼太郎君の生みの親の先生はもっともっと素晴らしいです。どうぞ、先生は自由が大好きで、今先生のいらっしゃるところはどうしても私たちは行くことができないんです。どこの場所かも分かりませんし、ですからそちらで先生ゆっくりとお休みになって、そしてまたたくさんの素晴らしい作品をたくさんたくさん書いていってください。私は鬼太郎君と出会って本当に本当に幸せでした。先生どうもありがとうございました。水木さんが亡くなったという知らせを聞いたとき、僕は思わず嘘だとくしばしりそうになりました。水木さんだけはいつまでも生きている、そう思っていたからです。水木さんの訃報に接して僕たちは水木さんから果てしもなく大きなものを受け取ってきたことを改めて認識いたしました。素晴らしい作品をありがとうございます。水木さんは家族を大事にする人でしたね。これからはその家族の方々が美しいワールドを守り続けていってくださるでしょう。
ご冥福をお祈り申し上げます。2016年の1月31日の松田です。セレモニーの最後に、水木しげるさんのご神徳様より、皆様にお礼の言葉を頂戴いたしたいと思います。ご神徳を代表されまして、御礼室村宇野江様、よろしくお願いいたします。水木しげるのためにこれだけ盛大な会を催してくださいまして、また多くの皆様のお越しをいただくことにありがとうございます。申し訳ございません。こちら撮影、北の撮影待ちの方はこちら側をなるべく日頃からこれをよろしいでしょうか。思い出を受けたくなる。そうですね、はい、簡単と、はい、申し訳ございません。すいません、私もそう。北の写真撮影の方はまっすぐこちらお名前ください。ニュースでお名前ください。隣の方は写真撮影します。あっという間にあの世に行ってしまいました。昨日1月30日は奇跡も偶然にも私たちの55回も結婚記念日でした。縁あって主人と一緒になりましたが、結婚当初から深く感じていたことは夫の作品に対する熱意です。それに私はただただ圧倒されました。発表できなかった作品だけでなく、新しい漫画をあの世の読者に読んでもらっているかもしれません。とそうだと私なりに思っております。皆様、生前は水木しげるを温かく見守っていただきまして本当にありがとうございました。今主人もきっとこの会場にいて皆様に感謝申し上げていると思います。ありがとうございました。まだ簡単ではございますが、お礼のご挨拶とさせていただきます。平井理恵さん、よろしくお願いします。